はい。はい。はい。はいはい。あ、わかりました。はい。うん。あ。あ、わかりました。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ。何？コシさんには通常通り、あ、わかりました。多分ね、私が、あれでしょうね。経費とか、なんかとかで、なんだっけ、未払い、それであげとってくれって言ったのはあったんですけどね。ほら、例えば、なんだっけ、バタバタ、そう、3つぐらい業者が大きいのがあるんですよ。うん、で、それの支払いが、6月になる分があるからですね。わかりました。わかりました。じゃあ、通常通り、ただね、棚卸しがね、今ね、ぴったりやりようけ、その棚卸しの数字が出てくるのがちょっと時間かかるんですよ。今ね、商品棚卸しがちょっとほぼ、店先の終わってるんですけど、あとほら、ストックの分と、それと、これはもう完全に現物をチェックせなきゃいかんちゃうけど、七の棚卸し。だけど、ちょっとね、これが綺麗にできてから送りたいんですよ。とりあえずじゃなくて。そう。だけど、そういう意味でちょっと今時間かかります。だけど、通常通りって言っても、ちょっとそこが出せんと。そう。だけど、逆に言えば、それが時間かかると。そうよ。だけど、ごめん。ちょっとね、そういう意味で、いつもよりも送れます。だけ、あ、わかりました。あ、はい。了解。それやったら納得。じゃないとね、ちょっととりあえずじゃ送られんちゃう。だけ、通常のね。はい。了解です。はい。わかりました。そういう意味ね。はい。ということで、6月に来ていただくのは、ちょっとそういう意味では、ちょっと今回は、だけ、そうね、もう、最後の週とかになるかな。それがね、7月の頭っていうか、7月の7日が春待ちの、この夏セールなんですよ。だけね、もう、いや、そんな言い方はせんよ。そんな言い方しませんけど、でも、6月中に一遍ちょっと、っていう感じですかね。そう。で、それでね、結局5月末の、いわゆる、市場での利益っていうのが、150ぐらい利益が出てるんですよ。で、そんなのも加味しながらね、結局、いわゆる、オフコンの方。あれをどっちしても新しくせないかんで、そろそろそういう時期来とうねって思ってたんですよ。で、それを今期に入れるか、来期に回すかっていう、ちょうどそれぐらいの塩梅。で、いっぺん金がこの5月末には全然、沸騰せんかったけんね。いっぺん市場通してもらって、結局、損切りの買い戻しとかもしてるんですよ。で、それはもうほら、要するに普通に売って、仕入れを起こしとうっていう普通の通常のやり方でしょうが。私はもうそれも、特別なんてないから、っていうような、で、そんなもんです。だけどもう、綺麗なもんです。そうですね。そう。だけどちょっとね、本当に棚卸、綺麗に、純然たる棚卸し場今しようから、ちょっとそれで時間かかります。わかりました。じゃあ、6月に来てもらうのは、ちょっとその後にしましょう。だけ、出来次第、こちらも最終的にその、棚卸の数字をまた送ります。というか、それはもう金額だけでいいのか。明細は別に必要ないからね。わかりました。はい。わかりました。はい。よろしくお願いします。OK。
これさ、はい、棚卸しの数字はさ、本当に当たってから、本当に当たってから、綺麗に当たってからさ、出さない顔面が、はい。それ以外のものを通常の数字が、ほら、いつも出とうのがあるやない。はい。うん。それを、入力しよきたいけんね。ああ、うん。送っとってくれって。シロさんが。つまり、決算の時に。そう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 。そうそうそう。いつもの、いつもの分を、とにかく先に送っとってくれって。はい、だから、それで、要するに、決算にせないかんことだけを残しとけば、ほら、通常の仕事が向こうは済むやね。そうですね。ということで、それをお願いしますということでした。とりあえず送っとってくれって言われたけど、とりあえず送られって言うよ。だって、そうでしょうね。だって、とりあえず送らないよね。だって、これ絶対せないか。だ。そうそうそう。でも、向こう向こうでさ、入力しても準備しときたいもんやけんね。そらそうだよ。そらそうやろね。うん。そうそうそう。